27都市国家対抗トガビトバトル福島パノプティコン編。イエーイ、サンキュー。どうも福島県住みます芸人ペンギンナッツでございます。どうもよろしくお願いします。今回我々がお邪魔しているのはこちら渡辺果樹園さんです。果樹園いいじゃないですか。福島県っていうのはやっぱフルーツ王国ですからね。確かにこうやって果樹園さんがいっぱいあるんですけど、うん、この時期っていうのはすごいフルーツのこの出荷が忙しいと。あ、いいじゃないですか、いろんなフルーツ。今回我々はこの果樹園さんの休憩時間に仕事をして、より良い休憩を過ごしてもらう自由のために戦いたいと思います。頑張ります。頑張りましょう。ということで、はいはいはい、今回我々がやる作業というのはどちらの木でやりますか。成功錦。ほう、こちらの成功錦。じゃあこれをどうしたら我々よろしいでしょうか。初見、葉っぱ摘みをやってます。ハツミって言うんですか。そうですね、葉っぱを摘む。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、これ葉っぱとですね、はい、実がぶつかってるところ。あ、重なってますね。そうですね、こういう簡単に。え、そういうところを取ってもらって。取っちゃっていいんですか、葉っぱ。まあ、最小限ですけども。最小限だけど、ちょっと取ってもらって光が当たるように。あ、光が当たるように。取ったことによって、まあ、光が浴びる、うん、そしたらどうなっていくんですか。で、真っ赤にこのぐらいにもうちょっと色つくんですけど。なるほど。あ、じゃあ今はまだね、ちょっと色が薄いですけども、これすることによって真っ赤になると、うん、はい、これ初めて知った、こんなの。それでは作業開始しましょう。はい、お願いします。頑張ります。行こう。こういうやつだね。こういうやつをこう、こう、ほら、こういう感じだね。いけた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 。こういう感じで取っていけばいいんだ。あ、意外とね、稲野さん、うん、簡単に取れる。あ、いいじゃん。葉っぱがこれがね、ひっついてましたから。ガッツリひっついてますから、栄養がいかないから。これね、これひっついてるやつ、これ、これ、これを取ります。はい、ぽい。それは違うんですか。え、違うやつ。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 違うやつなの今の。しっかりしてください、稲野さん。こういうのですよ、こうやって。見して。こう、葉っぱこう隠れてるようなやつをこうやって、こういう感じで。これ、これ秀樹さんいいですか、これ。バッチリ。バッチリ。なんちょ、見して。こうやって。あ、じゃあ俺生かして、俺生かしてるから。これ。いや、それダメでしょ、それダメ。これとか被ってるから。それダメだよ、こっちだよ。こっちは違うんだよ。あれ？俺の時だけあれな。誰今の？誰よ？誰よ今？いやでも代表役。あ、子供だな。お、秀樹の息子やな絶対。これは怒られるわ。か、お父さんのを見て真似したかったか。あいつはダメなやつだっつって。もうそれで覚えるから、やっぱお父さんの背中を見てね。怒ってやろうときだね。違う。ほら、また怒られたじゃん、稲野さん。いや、あのね、子供がね、愚痴って言葉使う。愚痴が多いんだよ、つって。え、どれですか、僕どこ乗ればいいですか。これ、こっち。わかりました。もう怖えもん。いや、でもやっぱ上の方はやっぱ日に当たるから結構ピンクになってるわ。あ、そう。できてきてるね。もうこんなもんかな。姉さん、こんなもんでいいですか。いや、もうちょっとこの辺の先端の方、こっち。いや、さ、ちょっともうちょっと本当にやろう。そこはちゃんとしっかりやって。さ、ということでですね、こちら今回はですね、渡辺果樹園さんに、お邪魔しましてですね、このおー、閉めんなよ、おい。さくらんぼの葉取り。いやいや、登ってるよ、おい。初見ですね。登ってるよ、おい。よりさくらんぼが赤くなるために、こう初見という作業を、ボランティアで手伝わせて。できー。ちょっとうさい。閉めてますんで。閉めてますんで。おー、息子。ということでね、これからもですね、福島のためにですね、美味しいフルーツを作っていただきたいなと思います。以上、47都市、終わるだってだった。はい、トガビトバトル福島パノプティコン編でした。本当はありがとうございました。今日はこっちがバトルしてやろうか。誰がトガビトバトルで、こっちがバトルしてやろうか。こっちがバトルしてやろうか。よし、今日から農家に入ります。